はい、皆さんこんにちは。今回はですね、代々木駅なんですけど、なんでこんな早くから撮ってるかっていうと、その青春18切符で、まあ、日本をその一周したいと、そういう企画を今やってまして、まあ、それの一環でね、動画を撮ってます。まあ、だから最初はですね、放送うるせえな。だけど、なんか、旧帝国大学の、その日本に7校あるじゃん。それをちょっと巡ろうと思って、動画撮ってたんですけど。で、その旧帝国大学ね、7校あるんですけど、そのうちの1校の、うるせえな、マジで放送。そのうちの1校の北海道大学なんですけど、北海道大学だけはですね、飛行機使わないといけないんですよ。そもそも、本州から、北海道まで、渡る手段があれば、なんか、どうにかして行こうと思ったんですけど、なんか、飛行機しかないと。飛行機かフェリーしかなくて、で、これ、動画撮影してるとき、まあ、なんていうんですかね、始発、ちょうど始発に撮ってるんですけど、始発の電車で撮ってるんですけど、なんか、まだチケット買ってないんですよね、飛行機を。だから、やっぱり強制的に、飛行機でしか行けない北海道大学は、まあ、ちょっと、NG になりました。ちょっと。だから今回は、北海道大学以外の6つの大学、それをね、青春18でね、巡っていきたいと思ってます。やっぱりね、夏とかね、受験とかね、受験生とか行ったら、やっぱり、青春じゃないですか。青春という2文字がね、頭に思い浮かぶと思うんで、そこをやっぱり前面に押し出していこうと思って、青春18で、ちょっとやろうかなって企画を取ってみました。まあね、青春18で、電車の移動中とかずっと勉強とか、動画編集とか、やってるんで、はい。まあ、時間の無駄にはね、ならないんじゃないかなと思って、まあ、勉強しつつ、楽しみつつっていう、まあ、両方をね、まあ、二と追う形で、なりますけど、それをやっていこうかなと思ってます。でも、そろそろね、電車来ちゃうんで、まあ、この辺でね、終わりにしたいと思います。では、さよなら。